つばくらめの小安がい磯の神のマロタリ。中納言、磯の神のまろたりの家に使われる小野子供のもとに、つばくらめのすっくいたらば告げよ。とのたもうを、受けたまわりて、何のようにかあらん。と申す。答えてのたもうよう、つばくらめの持ちたる小安貝を取らんりょうなり。とのたもう、小野子供答えて申す。 つばくらめをあまた殺してみるだにも、腹に泣きものなり。ただし、子、産むときなん、いかでかいだすらん、腹かくると申す。人だに見ればうせぬと申す。また、人の申すようは、大いずかさの生かしぐやの胸に、つくのあるごとにつばくらめは巣を食いはべる。それに、豆ならんほの子どもをいてまかりて、あぐらをゆい上げて、うかがわせんに、 そこらのつばくらめ、こ、うまざらんやわ。さてこそ、とらしめたまわめ。と申す。中なごん、喜びたまいて、おかしきことにもあるかな。もっともえ知らざりけり。今日はあること申したり。どのたまいて、豆なるおのこ二十人ばかり使わして、甘な,ないにあげすえられたり。どのより使い暇なくたまわせて、小安のい取りたるか。 と問わせたもう。つばくらめも、人のあまたぼり至るに応じて、すにものぼりこず。かかるよしの帰りごとを申したれば、聞きたまいて、いかがすべき。と、おぼしはずろうに、かのつかさの官人くらつまろと申すおきな、申すよう、こやすがいとらんとおぼしめさば、たばかり申さん。とてをうま前に参りたれば、中なごん。 期待を合わせて迎えたより。倉ラツマロが申すよう、このつばくらめの小安貝は、しくたばかりて取らせたもうなり。さてはえ取らせたまわじ。穴内におどろおどろしく、二十人の人の登りてはべれば、荒れてよりもうでこず。せさせたもうべきようは、この穴内をこうして、人みなしりぞきて、豆ならん人一人を荒ごに乗せ据えて、 綱を構えて、鳥の子うまう間に、綱を釣り上げさせて、ふと、小安貝を取らせたまわんらん、よかるべき。と申す。中納言、のたもうよう、いとよきことなり。とて、あな,ないをこうち、人皆帰りもうできぬ。中納言、くらつまろにのたまわく、つばくらめは、いかなる時にかこうむと知りて、人をばあぐべき。とのたもう。 らつまろロ申すよ。つばくらめ、こうなんとするときは、王を捧げて七と巡りてなん、海をとすめる。さて、七と巡らん折、引き上げて、その折、小安いは取らせたまえ。と申す。中納言、喜びたまいて、よろずの人にも知らせたまわで、密かにつかさにいまして、おの子供の中に混じりて、夜お昼になして取らしめたもう。クラツ 各モースを、意といたく喜びてのたもう。ここに使われる人にもなきに、願いを叶うることの嬉しさ。とのたまいて、おうんそぬぎてかずけたモーつ。さらによさり、このつかさにもうでこ。とのたもうて、つかわしつ。ひっくれぬれば、かのつかさにおわしてみたもうに、まこと、つばくらめしつくれり。くらつまろモースよ。 を、受けてめぐるに、荒子に人をのぼせて釣り上げさせて、つばくらめの巣に、手を差し入れさせて探るに、物もなし。と申すに、中ナゴン。しく探れば亡きなり。と腹立ちて、ればかり覚えんに。とて、我登りて探らん。とのたまいて、子に乗りて釣られ登りて伺いたまえるに、つばくらめを捧げていたくめぐるに合わせて、 手を捧げて探りたもうに、手にひらめるもの触るときに、我もの握りたり、今はおろしてよ。おきな、しえたり、どのたまいて、集まりて、とくおろさん。とて、綱を引きしぐして、綱たゆるすなわちに、屋島の金えの上にのけざまに落ちたまえり、人々あさましがりて、よりて抱えて立てまつれり、 おおんめはしらみにてふしたまえり。人々、水をすくい入れたまつる。ろうして息き入れたまえるに、また、なえの上より、手取り足取りして下げおろしたまつる。ろうして、おおん心地はいかがおぼさるる。と、とえば、息の下にて、ものは少し覚え入れど、腰なぐ動かれぬ。されど、小安いをふと握りもたれば、 嬉しく覚えるなり。まず、子息さしてこ。この回、顔民。と、見ぐしもたげて、お,おん手を広げたまえるに、つばくらめのまりおける古くそう握りたまえるなりけり。それを見たまいて、あな、カイナの技や。とのたまえけるよりぞ、思うにたがうことをば、カイナスとはいいける。かいにもあらずと見たまえけるに、お,おん心地もたがいて、 空室の蓋の入れられたもうべくもあらず、お,おん腰はおれにけり。中南音は、わらはげたるわざしてやんことを、人に聞かせじとしたまえけれど、それを病にて、意と弱くなりたまえにけり。会を得とらずなりにけるよりも、人の聞き笑わ,わんことを、日に添えて思いたまえければ、ただに闇じぬるよりも、人聞き恥ずかしく覚えたもうなりけり。 これをかぐや姫聴きて、どぶらいにやる歌。年を経て、波立ち寄らぬ墨の絵の、待つ飼いなしと、聞くは誠か。とあるを読みて聞かす。いと弱き心に頭もたげて、人に髪を持たせて、苦しき心地にかろうして書きたもう。飼いはかく、ありけるものを詫び果てて、死ぬる命を救い合わせぬ。と書きはつる。 耐え入りたまえぬ。これを聞きて、かぐや姫、少し哀れ。とおぼしけり。それよりなん、少し嬉しき言葉、かいありとは言いける。